真夏の祭典鈴鹿8時間耐久ロードレース、今年で19回目を迎える日本最大のモーターサイクルイベントに全国から10万1000のロードレースファンが詰めかけた。これまで18回の歴史の中で日本人ペア唯一のウィナーは1982年の飯島萩原組。しかしこの時は雨で6時間に短縮されているため、実質的に8時間制覇を成し遂げた日本人ペアはこれまでいない。そして19回目の夏、悲願達成なるか。今年初優勝を狙う日本人ペアのワークスチームは全6チーム。ホンダワークス唯一の日本人ペアは GP ライダー伊藤真一と開発担当の辻本聡。伊藤はスペシャルステージで2分10秒707をマーク、2番手グリッドを獲得した。空回りしちゃってちょっとロスしちゃったんですけどね、予選トップ狙って、勢いつけて決勝臨もうと思ってたもんですから、でも1番2番ね、大差ないですから。去年も同じペアで2位表彰台となった伊藤と辻本、今年はその上を狙う。去年も、怪我とかいろいろありまして、残念ながらトップに追いつかなかったもんですからね、今年はさらにその11番とか4番とか他も全部強敵ですけども、なんとか最後で勝負かけれるようについていって勝負できればなと思います。辻本さんも僕も明日は何をやればいいか分かってるつもりなので、精一杯頑張ってみようと思います。ヤマハの日本人ペアは2チームがエントリー。今年からワールドスーパーバイクを戦う吉川航は、全日本でマシン開発を進める藤原紀彦と3度目のペアを組む。ワールドでちょっと変わった私を披露したいと思います。タイヤ垂れて後半暗闇とかね、あの辺でちょっと頑張って、ちょっとは変わって成長してますよっていうところをアピールしたいと思いますね。しかしヤマハの5番車は今回に限って普段と違うメーカーのタイヤでの参戦、フィーリングの違いに慣れることが課題となる。感覚がね、ちょっと今回タイヤも違うんで、徐々にっていう形なんで、後半にはそれもプラスしていい走りお見せできると思います。もちろん最低でも表彰台をゲットできるように頑張ります。ヤマハの17番は全日本 GP250 に参戦中の本間俊彦と羽賀健介のペア。羽賀はスペシャルステージでは伊藤真一に次ぐ3番手のタイムを叩き出した。僕も全力で走った結果が、自己ベストと結構いい感じでスペシャルステージの、ところを走れたんで大変満足してます。ポテンシャルは